こんにちは、こんばんは、ホビドワです。シャドウバグプレス再開していきたいと思います。前回こちらモード恐怖をクリアしましたということです。こちらのステージ侵入へ行きましょう。あ、これステージ27か。あと9ステージで全クリかな。聞いた感じというか、あの公式のストアページで表示されていたのが36ペドラー、笑えよベジータ、笑えよ、36ステージらしいのでクリア間近かなというね。え、待って、ここどうやって行くの？どういうこと？あ、主人公動かなければ掴んでるんだ。ただ動くと落ちるけど。そうかー。 OK、 落ち着け、落ち着くんだブラザー、いいな。今だ、今じゃない、落ち着け、いいな、落ち着くんだ、素数を数えるんだ、いいな、落ち着け、まだ行く、そんな時じゃない、まだ急ぐような時じゃない。オッケー、大丈夫。こいつがちょっとここの横の方まで来るの待って。ああ、これをうまく足場にして使えばいいんだな。あれ、これ届かなくない？ああ、いや、出たよかった。届かないと思ったんだけど、都合よく現れてくれるやつらだ。敵がメカだね。極まりないな。操作ミスで死ぬよねこれ。何それ、え、なんか現れた。私は一体どうすればいいんだい。 あいつらなんか押すね。なるほど、了解した。おっと、押すのはいいんだが、押すのは大変よろしいんだが、こういうことか。オッケー、クリアできた。点数全然足りねえ。半分もいってない。で、どこで稼げばよかったんだろうか、謎だ。あー、なるほど。間に合った。レーザーみたいのが出てるからね、赤いやつ。ちょっと怖い。島だ。主人公歩き方が可愛らしいな。この歯車とかの上がちま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 動いてます。やばい、そっちじゃないんだ主人公。いいね、追いつくんだ主人公。違う、今じゃない、やられた。あいつをうまく活用して右側行きたかったんだが、うまくいかないな。しばらくお待ちを。この歩き方が歯車の上を歩いてるのがちまちましてて可愛らしい。うん、ここまではいい。こういうゲームあるよね、ボールパン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 押すやつ。今だ。 OK、 ここまではいいんだ。Holy Mother of God、 こういうことか。大丈夫だった、素晴らしい。何これ、いや、そういうのは求められてないからね。敵復活しないよね、途中の。大丈夫だった。うん、理解したけど、間に合うかな。間に合った。なんだかよくわからねえが、うまくいった。ここだ。怖いよ、パトラッシュ。いやー、うまく活用しろってのは分かったけど、間に合った。うわ、すごい、絶対無理だと思った、そこ。あ、ゴールだ、やった。下からも来れたっぽいな。左側の方に、スコアアップするやつ、あの光の玉みたいなのがあったのが見えたので、多分こちらから、左側、左下から行けたんだと思う。名前が物騒なせいじゃない、機関銃。いるね、機関銃。それっぽいサムシングがいるね。ノーだと思ったよ。住む場所を考えて住めっていうことか。こいつらを狙えってことだよね。で、一気にこいつら倒すと。さて、どれから倒すかにもよるのか。場所によって一発アウトじゃね、これ。狙った相手にもよるけど、一発アウトの可能性があるみたいね。ああ、
念のため左側行ったけど別に必要なかったか。撃ってきてるな。なるほど。ん？どういうことだ。よう分からんな。上に行かなくてはいけない。あ、こういうこと。ん？これをやったからどうだって言うんだ。あ、普通に行けるのか。間に合わないと思ったんだよね。なんか普通に勘違い。あ、まずい。うわ、通れた。謎通れた理由が。笑えよベジータ、笑えよ。バッカでーい。やめてー。今だ。オーノー。よし、あ、うまく進めてる気がしないでもない。よし、オッケー。どんどん進んじゃおれ。あ、上の方に。あっと、そうはいかないぜ。そうはいかないよ、ブラザー。あれで俺、一体何すればいいの、これで。こっち来たのはいいんだよ、別に。あー、登れとおっしゃる。帰りたいよ。これで、どうするかな。下に一回下ろさないとダメ？あ、これ、落とせる？あ、すいませんでした。さあ、せんした。普通に私のミスです。気づけよ、あそこにあるの。押せるやん、あれ。めちゃ押せるやん。これ運べってことかな、でも。運べってことの気がしないんだけど、俺。めんどくせえ。めんどくせえ、これ。ちょっと待って。下へゴー。こういうことだな、ブラザー。あそこのスイッチまでこれを運べということだろう。よし、よかった。帰ろう。めちゃ迷った。すげえ、5分かかった。1分ちょっとでクリアできるステージ。すごい。すごいかかった。いやー、悩むとろくなことないね。帰ろうね。あー、分かったけど、これ、いや、俺はゴールの方に行きたい。こっちがゴールっぽいんだけど、その前に何かやれってことね。分かった。死ぬ、死んでしまう。ここ、あ、そんな、そりゃないよ、そりゃないよ、とっつぁん。覚えてるよ、てめえ。おっと、いけたいけた。で、なるほど。問題これだよな。今だ。いけるか。うーん、ここに捕まることができるのは分かったけど、あれ捕まれない。タイミングの問題だ、タイミングの問題。私ならいける。掴まれるような感じだったね。わからないけど。タン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 。はい、中間地点。何これ、鍵入る感じ、鍵入る感じ。 ID カード、ちょっと進化した。いけた。
SD カードにしか見えなかったけどね、俺には。やっぱつかめたんか。いらん、あいつのところに行かん。あったあった。あっ、これをうまく活用してもう一周。ノー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 ゴールだと思っていた時が私にもありました。こっちが外れの道だと思うんだ。鍵持ってこい系だろ。分かってるんだ俺、鍵持ってく系だろ。こういうことだな。どこに向かってこれを押しているのか俺にはよくわからねえが、スイッチが近くにあるはずだ。明日にあるやないか。ああ鍵あった。うん、素晴らしい。よっしゃ、でこの鍵を一体どこで使うんだい。僕にはわからねえよバトラッシュ。こって、ああ、わかったけど、わかったけど、あれ大丈夫なの。死んだ。これでここは解除できる。残りは一つ。うん、どこにあるのかわかったけれど、これをチュルッと。オッケーオッケー、どんどん押しちゃうよ。ここが一番簡単だったんだね、今思うと。まあ、おそらくだけど。うん、こっちが簡単だった。どちらかといえばだけどね。クリアだ。鋼鉄タイヤ。なかなか面白いギミックだった。死にまくったけど。次のステージ。うん、コアを守るもの。俺、コアに向かってるんだね。でかいの来るかな。空中戦。なんか出たー、なんか出たー、なんか出たー。死んだ。ダメージどうやってやってるんだろう。あれくるくる回ってればいいのかな。弱点があるとは思うんだけど。あれ、待って待って、ブラザー、あれ高速回転しすぎじゃない。高速すぎるだろう、あれ回転が。回転、とりあえず一発当てたに当てたが逆走中。こんな感じか。ここまではいいのさ。で一旦こうだ。よいしょ。はい、これでやっと2発目を当てられる。でここまではまあいいんだけど、ここからだよな。ここからが本番です。あと一発当てればおそらく倒せると思うんだけれど、ま、ここからが普通に難しいですね。いけるかな。よっと、よし、いくぞ。さてこれで私がミスらなければおそらく大丈夫。よかった、倒せた。もう何分やってただろう。こいつは難しかった。あ、1分30秒になってる。全然それどころじゃない。30分ぐらいリトライやりまくってるんだよ。
いやー、難しかった、こいつは。こいつは本当に難しかったです。さて、ヨコロ、残り5ステージでラストですね。いやー、難しかった、ここまで。さてと、では気を取り直してヨコロ、行ってみたいと思います。ということで、GO だ。いや、なんで途中でちょっとつながってるかって休憩してた。さっきのボス強いんだもの。おお、またとんでもねえのがあるね。まあ、先ほどのボスに比べればこんなの。子供騙しみたいなものさ。あ、やべえ、子供騙しでもねえや。ちょっとハードなのが。ここをちまちまと移動すればいいだけでやろう。きっとなんとかなるはず。大丈夫、まだ大丈夫。あー、そっか、あいつに攻撃させないとダメよ、わざと。そういうこと？そうだね、こいつにわざと攻撃させないとダメってことか。何発か。で、どこに戻るんだい？最初からか。あ、最初からではないな。あ、そっか、俺あいつらにも攻撃されるんだ。そっかそっか、ちょっと場所を考えていないとダメだな。撃ってこいよブラザー。撃って、お前じゃねえよ、お前じゃねえよ、お前じゃねえよ。空気読めねえってレベルじゃねえだろ、お前。お前じゃねえんだって、おめえでもねえよ。数が多すぎる。よし、ファー、大丈夫だ。先ほどなぜかガンダムゼータのヒロインの名前を言っていましたが、そういう意味で言ったわけじゃないけど、もちろん皆さんお気づきだろう。こっち？こっちね、こっち？こっちだと言ってよ、ジョニー。こっち？こっちだよな。な。おっしゃ、ゴール。おー、イエス。下の方に、シークレットがあったけど、あんなものはいらない。脱出。そろそろ本当に脱出してほしいところだけど、ここら辺から主人公。このタイプのゲームでも本当終盤すごい手に汗握るよね。なんかちょっと冗談でツッコミを入れながら言っているけど、真面目に面白いステージだね。逆に序盤がやっぱりチュートリアルのような感じで少し簡単だったよな。先ほどのボスもクリアするまでにすごい時間かかったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですよ、操作慣れるまで。ただあれはどうなんだろう、キーボードとか、まあコントローラーでプレイしてるんだけど、あとはタッチパネルとかでやってたらもっと簡単だったのかもわからないね。PC 版ですよ、今作ね。で、そこら辺どうかなーってちょっと考えてたんですよね、プレイしながら。実際はね、もしかしたらそちらの方がやっぱり簡単だったのかも。おっと、ちょっとここは、一旦待つ。あ、スイッチあんなところに。終わったー、笑えよベジータ、笑えよ。はい、スイッチ。死んだ。あんまり早く行き過ぎてもね。はい、死んだ。おっと、そうは問屋が下ろさない。あくまでちょっと時間かかる感じですね。え、嘘、落ちるってこと？落ちるよ、落ちるよ、どんどん落ちちゃうよ俺。落ちるの得意なんだ。落ちてはいけない穴にな。やべ、おっと、あれ、どこ行けばいいのこれ。おそらく上だった。あ、違った、上じゃねえや。普通に右側に場所あったな。おい、主人公落ちるんだ。ステップ、ジャンプ、ジャンプ、ゴー。
まだ続くの？下、下だ、下だ。矢印あるもん。あ、おのれ、そういう矢印か。いや、まあね、隠しがあったけど。あれはいらなかったんや。なんか、うまくいけた。道中で死ぬフラグですよね、これね。どこ行けってこと？これ下？おー、マジかよ。嘘だろ、こっから帰るの？間に合うのそれ？わからんけど。ほんとかよ。すーげーステージ。脱出クリア。次はエスコート。右側メッサレーザー出てるんですが大丈夫だろうか。エスコート、何を、何かを引っ張っていくステージとか。失礼しました。なあ、あれは見りゃ分かったよな。あれだってね、こうだろ。分かったよ。で、ま、待って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 、 wait wait wait。 うん、 OK。 なんだかよく分からねえが、左側に行けばいいと思うんだよ俺。 OK。 でこれを使う。だからどうだって言うんだ。まだ、あ、何かを左側持ってこいってことない？これ何持ってくの俺。エスコートか。こいつをエスコートしていけということか。1体でいいのかな。とか1体以上無理だろ。待って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 。しょうがねえやつらだ。嘘だろ。ここからあそこまで飛べというのか。難しい。いや、理解したけど、やらなきゃいけないことは。分かったけれど、マジ？どっかの誰か狂気の沙汰ほど面白いとか言ってたけど、これそういうレベルじゃないからね。難しいだけだからね。これ割とガチで難しいんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。さあ、行くんだ、ブラザー。行ったな、行ったな。間に合うのか。間に合った、おいや。おや、で、俺が押す。待て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 。ただここら辺にいる、そう、こいつらが復活するの分かってたから。間に合うのか？オッケー、オッケーオッケー。はい、やっそっと。おやす。で、待て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 、ここから一体どうしろと言うんだ。ああ、了解したが、うん、やっちまったな。こういうことだろ。こいつをここまで一回通さなくてはいけない。そして確実に2体は必要だ。来てやり直しはちょっと精神的に来るものがあるね。一瞬足場が来るようなので気をつけないとだね。本当に一瞬だったな、足場。まあここまではいいんだけど。来てくれるかな。大丈夫だった。で、足場に乗っていただいて、ゴー。そして私もこうだ。ふう。で、こいつに乗っていただいて、来た足場に乗っかる。
We must go! 超エキサイティング！まだまだアリをエスコート！私は一体どこに向かうんだろうか。まだまだ続くエスコート。で、鍵は開けたぜ。鍵は開けてやったぜ。こいつら向こうまで誘い出せ、誘い出せというか連れてこいってことだよね。連れてきてどうするんだ。あそこまでも連れて行ってどうするんだろう。連れて行くのはやぶさかではないが、連れて行ったところでどう。ああそうか、ワープで行けっていうことか。なるほどなるほど。あいつらに攻撃をして俺が中に入ればいいんだ。そういうことか。それここまで連れてくるのだけれど、そのためにはこいつらが邪魔なのでちゃちゃっとぶっ殺す。これでどうだ、間に合えばいいんだが。間に合った、素晴らしい。これでクリア。なんとかなった。すげえ時間かかってる。いやー疲れた。レーザートンネル、うわお、名前が不気味。嫌な予感しかしない。なんだこれ。なぜかはわからないが、あれこれぶっといレーザー来る感じみたいね。よしな。なんだろうこのステージ、なぜかは分からんけど、あれ思い出すな、ドンキーコングとかのラストステージ。なんでかは分かんないけど、要はこういうのも有効活用しないと間に合わないよってことだよね。任せて。こういうことだな。やばい、間に合わない。間に合った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 。ウォッホー、俺は一体どこに向かえばいいんだ。え、逆走しろってこと？逆走するのは全くもって問題ないけど、なぜ？逆走してどこに向かえばいいんだこれ。スイッチあったっけ？スイッチというかドア？あったんだっけ？ドア途中全然思い出せないんだけど、どこだろうドア。鍵があったってことはどこかで使うのは間違いないけど、どうだろうね。ああ、そこ全然気づかなかった。あ、お前浮くんだ上の方に。その下に向かって浮くみたいな。笑えよ、痛い。ローストバグ、スイッチが2つ多分。うん、理解した。で俺はこうすればいいってことかな。おっと、やっちまったな。微妙な操作を要求されるな。疲れたよパトラッシュ。いいのか俺こんなところ行って。進んでしまったけどいいんだな。またレーザー、ウェルカム。交互に交互に進んだブラザー、いいな。どっちが正解なんか知らねえが、やっちまった。これは向こう側行かなくてはダメ。ここか。鍵を持っているんだけど、鍵じゃない、ごめん、あれを、あ、これだ。これでいけそう。最上階までか。
どっちでもいいのかこれ。どっちでもよければいいんだけど。いいんだよ別にもうゴールでも、俺は一向に構わないんだよ。嫌な予感する。うん、おーイエス、またこのパターンか。一体何体右側に送り込めばいいんだ。一体だけならいいけど、このスペースだと2体遅れそうなんだよな。やっちまったな。先に確認するか。1体で十分か。 OK、 先にこれを少し移動させて、こんなものか。よし大丈夫。ここにこれで飛んで、ギリギリにギリギリのところで飛ばす。よし、いけた。ふう、なんだこりゃー。あ、オッケー、わかった。わかったけど、クリアできるとは言ってない。真ん中。いいわ。オーマイガッド。よっしゃ。楽しい。泣きそう。こいつは最高だね。やべ、下。こいつは楽しいね。最強、最高にエキサイティングだよ。涙が出てくるね。おーイエス。マジで、マジで続けるつもりこれ。オッケー、回避優先。ふふだよね。一回ぐらいはあそこに来てか。一番簡単なところで死んだね俺。自分で言うのもなんだけど、ここで先ほど死んだんだよね。中央か、落ちよう。ここら辺、よっしゃー、ゴールだー。ふう、疲れたー。クリア。はい、ということでやってまいりました。コアラスボス戦ということでやっていきましょう。大丈夫かなこれ。コア、コアを破壊するのかな。それでこの工場とかが機能停止するっていうことかね。ではやっていこう。コア、何これ。あー、これら全てを破壊すればいいということか、多分ね。ただレーザーが定期的に来るので気をつけないとダメだよってことか。分かった。黄色いのは何なんだろう、意味はないのかな。あー、これ行ける場所が限られてくるから気をつけないと。あ、一応下にも行けるんだ。あ、これでも多分破壊してからやられた。全てを破壊してから多分また何かあるんだろうな。あい、普通にしよう。こうするところ考えないと殺される。いけたいけた。こちらへん、あさっての方向。ちょっと危なそうなところから当たるかなと思ったんだが、破壊自体はしたぞ。やはり2回戦目があるよな。なんだこりゃー、なんか出たー、なんか出た、でかいの出た。ホーリーシュッホーリーシュッ。おお、敵来た、足だ。何だったんだ今の、一体何だったんだ今の。やってまいりました、ボス戦。なんとなく攻略方法が分かってきた気がする、今日この頃。ちょっと噛んだよ、なぜだろうね。この中央のところにとりあえずカーソルを合わせて、こんな感じでこれを避ける。で、あとはここをひたすら攻撃、連打で登っていく。ここが難しくて、たまにね、なんかミスるんだよな。もう一発ぐらい来てくれるといいね。あ、終わった。終わった気がする。あ、大丈夫だった。
こんな感じで攻撃当たる。当たるというか当てる。で、ここパンチがまた来るんだけど、ここで避けるんだよね。よし、OK。下へ降りる降りる。当然、初めてじゃないんです、ここ。何回も死んでます。で、ここをまた同じような感じで避けるんだけど、素早くね。で、ここがちょっとクセモノで、またさっきのパターンみたいに上に登ろうとすると外れになってしまうんだよ。ここをこんな感じで避ける。で、ここはまたパンチが来るので、こちらここまで来たんだよ。ここまでね。ここからができなくて、素早くこちらへと、で同じパターンの繰り返すだけのはずなんだけど、ここで一回失敗して終わっちゃったんだよね、実はね。とこんな感じだ。おっと、いけるかしら。これで終わりだといいね。何かが起きたぞ。はあ、やっとクリアできたか、こりゃ。これだけ黒いな。あ、光の玉になった。でも OK、 クリア。あら、全部取れた。サーフしていってる主人公。ここはクリア。スタッフロール、これもあるんだ、スタッフロール。ちょっと見てみましょう。どういうこと？工場が破壊されていく。達成感がパネーというか、最後の2ボスがすごい強かったね。ステージも普通に難しかったけど。これデベロッパーだろうか、プログラミング、キンバロリー。デベロッパーたちだね。アート、サウンド。今作はプレイというかスペシャルサンクス、こんな感じでスタッフの方が少人数なんですよね。おお、という感じでクリアになりました。スタッフロールがあっさりしてますね。本当数人で開発をしているゲームだったので、こんな感じとなりました。いや、本当最後のボスたちの達成感が半端じゃなかった。だいたいこの動画に詰まってるんですけど、パート3にね、ファイナルパートに。こう、だいたいボス戦であまりにも緊張しすぎて、だいたいちょっと無口になっているところが多かったですね。このボスも、最後のボスもそうでしたし、その前の四角いキューブ状のボスもそうでしたが、いやー面白かった。さてさて、今回でシャドーバグ実況プレイラストとなりました。お付き合いありがとうございました。今作は PC 版も7月22日から発売ということで、7月22日から Steam で配信されますが、 iOS 版はすでに配信されているので、気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。たまにライブ実況などもねやらせていただいているので、 Twitter のお登録しただけと見逃しなどがなくなるかと思うので、ぜひぜひご活用ください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドワーでした。